ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。抱えます。ストマックを狙ってまいります。組み合います。フライングメイヤー、後頭部へのチョップであります。この試合、序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあ、スタミナの問題は全くないですね。ああ、そうですか。ハンマーが襲ってまいります。チョップが唸ってまいります。背後から拷問コブラに取ってまいります。組みに行きます。リフトアップ、リフトアップ。プロとして戦っているとね、どっかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣くことは言ってられないですからね。ああ、そうですよね。拷問コブラで締め上げていきます。掴んだ。重いチョップであります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ロープにブレイクしました。ストマックへの攻撃であります。膝の故障からついに完全復活を果たしました小橋健太。長期欠場という地獄を乗り越え、再び頂点に上り詰めたノアの鉄人であります。熱すぎるその魂、今宵も完全燃焼。早くもバーニング。高周波数の音が館内に響きます。汗がミストとなって飛び散ります。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。ロープに逃れました。掴みます。逆に返します。ロックアップ、巻き投げで切り返します。起こします。行くのか。逆に投げてまいります。引き起こします。エルボーを入れていきます。腕をフックします。あと、リバースで返してまいります。体を預けます。ロープブレイクです。汗がミストとなって飛び散ります。ブレンバスターで切り返します。立たせていく。ハーフネルソン、首から突き刺さった。起こした。受け身の取れないジャーマンスープレックス。バックを取って直下式バックダンプ。うまく切り返した。逆水平、腕をフックした。あと、DDT。ブレンバスター行くのか。そのまま叩きつけていった。あと、逆に切り返した。至近距離からのライアット、ブレンバスターで切り返した。そのまま体固め、ロープに逃れました。ラッシュスイープ、かわず落とし、ここでロープブレイク。キック、抱えた。正面から投げを威張った。引き起こす。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。あと、うまく切り返した。チョップ、エルボー強烈、頭を掴んで、あと、逆に蹴っていった。 DDT。 一気にスパークするのか。
10分経過、10 minutes go。 掴んだ、膝小僧が暴れる、決めに行くのか、ストンピング、抱き起こす、タックルぶちかわし、一気に両立するのか、起こした、オクラホマスタンピート、フィニッシュになるか、ロッププレイク、首根っこを掴んだ、ハンマーを振りかざす、腕を回した、させません、組み合った、巻き投げで切り返した、これは強烈ですね、そうですね、カウント2、返しました、ブロックした、スピア強烈、気合を入れた、抱き起こす、強烈に叩きつける、立たせていく、あと逆に返した、フロントキック、あっとネックブリーカードラップ、カウント入る、もうこれは闘争本能ですね、もう記憶は飛んじゃってると思いますよ、リング上の殺虫剤 DDT、 引き起こす、 DDT 脳天、スピアーが突き刺さった、あっと返していった、ランニングでクブリカードアップ、体を預ける、岩壁の母の胸に抱かれました、抱えた、リング上の殺虫剤 DDT、 あっと返していった、腕をフックした、 DDT、15分経過、15 minutes go、 あとうまく切り返した、ミミズバレになる逆水平、起こした、頸動脈へのチョップ、ブレンバスター行くのか、ブレンバスター、おっと滞空時間が長い、極まって泣き出している女性ファンもいます、あーエクスタシークライマックス、スピアタックル、湧いてこい俺の力、引っこ抜きか、ショルダータックル、なぎ倒し、抱き起こす、あっとスピアー、どうか、カウント2.9、重点を与えた、オクラホマスタンピードで叩きつけ、立たせていく、頭を掴んで